ポップアップ式トースタートースターはパンを焼くために用いられる熱源付きの調理用器具。小型の調理用電気製品でスライスした食パンを焼いてトーストにするために使用される。内部熱源に電力を用いるため電気トースターともいう。主として台所、食堂で使われ一般的には1から2枚の食パンを短時間で焼くことができる。通常、 商用電源で使用され、本体内部のニクロム線ヒーターを熱源とし、消費電力は、おおむね600ワットから 1200W と、家庭電化製品の中では、高い部類に入る。家庭用の電気トースターは、ポップアップ型と、オーブン型に分類され、後者は、特に、オーブントースターと呼ばれる。いずれも、公主電気用品である。トースターという言葉は、 英語のトースターのカタカナ書きで、トーストするものの意味。トースターの語源であるトーストは、火で炙って、きつね色にしたパンやチーズ。またそのように炙って温めることの意味である。主に業務用に用いられるトースターとして、複数枚のパンを、連続して均一な焼け具合のトーストに加工できるようにした、コンベアトースターがある。主に、ホテルの朝食などで利用される。 電気トースターが現れる以前、トーストは焼き網に挟んで暖炉の火などでローストして調理されていた。1905年にアルベルト・マーシュがローストの熱に長時間耐えられるフィラメントとして利用できるニクロム線を発見し、20世紀初頭に多くの電気トースターが普及する素地となった。電気トースターの発明者はトーマス・エジソンである。エジソンは 電球の発明者として返されることがあるが、実際には発電から家庭への送電、配電事業化に成功したことが最も大きな功績である。電球の普及が最大の目的であるが、それだけでは電気事業の立ち上げには不十分であり、それ以外にも電気の使い道の提案が必要であり、トースターはその一つであったとされる。スプリングとタイマーのついた ポップアップ型の電気トースターは1921年にアメリカのチャールズ・ストライトが発明し特許を取得した。ポップアップ型のトースターはポップアップトースターとも呼ばれる。縦置き式の箱型でスライスした食パンが収まる幅と深さの溝があり、そこに食パンを差し電源スイッチを兼ねたレバーを押し下げると、食パンは1から3分で焼け自動的にせり上がってくる。 熱源に調理物を平行に挟み込みながら、表面に焼き目をつけ加熱調理する。オーブン型に比して熱源が非常に近いという利点があり、焼き上がりが早くて、パンに含まれる水分も逃がしにくい特徴がある。1枚だけ焼けるもの、2枚焼けるもの、4枚焼けるものなどがある。食パンを入れずに通電すると、内部の発熱体を痛めるため、 複数の食パンを焼ける製品は枚数に応じた切り替えスイッチを備えており、入れる食パンの枚数に応じて切り替える必要がある。バイメタル式と電子タイマー式がある。バイメタル式の場合、ポップアップする仕組みにバイメタルを用いている関係から細かな焼き具合調整はできない。バイメタルが一定の熱量を受けた時点で焼き上がりと判定される。構造上、 薄切りパンよりも厚切りパンが熱源に近くなり焼けやすい。厚切りパンを焼く場合、焼きすぎを防ぐために場合によっては、ポップアップを待たずに手でレバーを引き上げる必要がある。分解清掃できる製品が少ないことという分が、発火することにつながるため、バターやマーガリンなどのスプレッドを塗った食パンや、チーズなどを乗せた食パンを焼くことは避けるべきである。 同様にシナモントーストやガーリックトーストなどの調理にも向かない。また、超厚切りのパンを調理するようには作られていない。歴史が古く、世界的には非常に一般的な調理家電であるが、日本においてはオーブントースターの普及に伴い1980年代には生産が中止され、一時は市場から完全に姿を消した。2000年代以降は、 アジア諸国で生産された製品が安価に輸入されるようになったが、地域や世代によっては、このタイプのトースターにあまり馴染みのない人もいる。ホットドッグ専用のトースター。中央の丸穴にソーセージが入っている。左右の半月穴には縦切りにしたホットドッグ板を入れる。一切れのパン。トーストトースターで焼いた食パン。トースト。なお、構造的には、 ポップアップ式と同じであるが、電子タイマーが付いており、焼き上がりとともに電源が切れて、音で知らせる機能のみが付加されている。手動式のトースターもあり、焼き上がったトーストはレバーで引き上げる。ポップアップされないため余熱で保温することが可能となっている。トースターのうちオーブン型のもの。オーブントースターは、庫内が広く、オーブンほどの多様性はないものの、トースト以外に、 いろいろな調理に応用できるようになっている。ABC 装分類定義カード特許庁、現代商品大辞典新商品版東洋経済、新報社、1986年、772ページ、現代商品大辞典新商品版東洋経済、新報社、1986年、772ページ、ABB、ウィルソン、 キッチンの歴史、料理道具が変えた人類の食文化、真田真由子役、川出初防新者2014年 ISBN9 兆7843億902万2604、ピアニッシモ139から140、145から146、現代商品大事典新商品版東洋経済、新報社、1986年、 772ページ、現代商品大辞典新商品版東洋経済、新報社、1986年、772ページ。ありがとうございます。